オッケー膝膝膝膝降りるな。知った。あれね、さっき学校でやってる時とかもこういうの意識してやるんだよ。力でね、キックは力じゃないから。右足がすごい棒になっちゃったじゃん。姿勢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 が前すぎる。そうだよ。そう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 。つま先は下。力じゃないよ。そうだよ、こらえて。つま先つま先。左足の柔軟。ここが立って超パンチ。飛んでないよゴールに。ゴール飛んでないよそれ、ね、何のためにさ。そうだよ、ほらほら、それが良くないやつ。バタバタって何これ。左足はずっと我慢しなきゃ。体の軸だよ。ね。体を支えるんだよ、そっちの足で。あ、右足ね、今。ほら、支えるんだってのね。しっかりと体を支えられないと力を送れないからね。それ今度左足で支えるんです。残ってるじゃん、ちゃんと。上のボールって思っちゃう。そう、よくボール見て。このボールのど真ん中。ど真ん中。ど真ん中。このボールのど真ん中。そうだ。でも違うところに。
って、すぐ遅いよ。右足は立ちっぱなしだ。ほらほら、そのそれよそよパッパーンって、それあんまいいキックじゃないんだよ。言うけど左で蹴るときだけそういうキックになっちゃうんだけど、そういうなんていうの、飛び跳ねるんだけど、そうじゃないよ。右足もっと柔軟に、うん、ナイス。ダイレクト。まだちっちゃい方が入るし、あ、ゆうけ、それ、そこに立って、立って、立って、うん、立って、立って、早く。両足、両足で。はい、しゃがんで。立って。やっぱ楽勝だね、お前は。はい、両足で。すごいじゃん。結構これ難しいんだよ。もう一回。予想通りだった。はい、オッケー。ここまで。